ピンポン。よし、このサムネ書いたやつ出てこいや。そうだ、誰だ、こんなサムネ書いたやつは。悪いやつだな。よし、うまい、歯食いしばれ。いいじゃない、みんなが遊んでることなの。見てる人全員喜んでるからいいの。普通にセクハラ。いや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 、全員喜んでいるとか、いや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 。ではね、見てる人の代表として一言言わせていただきますよ。ほんほん、ゆかり先生。ぶっちゃぶ、ぶっちゃぶ、ぶっちゃぶ、任せろ、あかねちゃん。はい、ゆかり、この動画でセクハラなんて許さけんぞ。ちゃんと普通のサムネにしろや。うるせえ、お前同人誌にすんぞ。うん、サムネ、よし。おい、あかねてめえから。まあまあ、そこら辺でこの話題はおしまいにしましょう。結構デリケートですから。むん。まあ、せやな。よかった、じゃあ話題を変えまして。実際。胸に乗るもんなんですか？話題変わってない。はいはい、あんなの都市伝説だと思います。いや、あかり先輩なら余裕じゃないですかね。伝説をこの目で見てみたいですよね。もしも乗るかも。乗るわけねえだろ、バーカ。なんやお前、やめてそれ。にゃ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 。やっぱり試してみるのが一番ですかね。お願いしますか。お願いします。いや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 、そんなに乗るわけないやろ。そうですよね、乗らないですよね。絶対に乗らないですよね。力入りすぎだろ。なんやねん。乗らないことを証明するために、あかりちゃん犠牲になってください。ちょ、お前やめろって。このあなた、父伝説ね。その異名やめろ。あかりちゃんにできるなら私にも。おう、できるできる、やってみ。やめとけ、悲惨なことにしかならんから。うるせえ、悲惨で頭してるくせに。いい、やめろ。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 